だろうが。どうした坊主、逃げないと捕まえちゃうぞ。誰か助けて。なんだてめえは、俺たちに立てつく気か。これより先は将の居城までご案内します。お前は不動様の息子じゃないか。どうした、一体何があった。心優しき不動様は捨てられた子供たちを全て自分の子として育てられているのです。お願い、不動の父さんを助けて。剣王軍がお兄ちゃんたちを竜山の中に。父さんは彼を救おうとして。残酷ですが、将と会うことが最優先です。我が将の涙を止められるのはあなただけ。いや、不動を救う将の涙もこの子の涙も違いはない。今頃は不動もガキも龍さんのしてよ。貴様らも奴らの後を追いやがれ。どうしてかかった恐怖は知っていよう。足を踏み入れたが最後、脱出は不可能。中心に引き込まれ、やがて死に至る。せいぜいもがき苦しむがいい。どうしてかかってる。
かかって。剣士道祖、なぜ戻りなさった？あなたは自分の未来を、我が将の未来を放棄なさる気か？人の血と涙、己の未来を掴もうとは思わぬ。俺に死はない。将と会うのが宿命ならば、必ず会えるだろう。早く上がってこい。龍砂に飲み込まれた300キロの巨体、やすやすと上がるものか。そしてガキを助けるには、龍砂の外に投げるしかない。だが、一瞬にして串刺しよ。このまま死なせはせん。金四郎さん、受け取って。こしゃくな、撃て撃て。クド、しっかり捕まってよ。この傷の痛みは一瞬だが、お前の死の痛みは一生残る。ケンシロウさん。バカな男だ。わざわざ戻ってくるとはな。これでこっちの思うツボよ。剣王様の敵、ケンシロウを抹殺せよ。どうしてかかった？している暇はない。早くかかってこい。この人は我々の想像よりはるかに強く、そして温かい。